三層五感。お手元にございます二つの資料をご用意ください。それでは発表グループの皆さん、登壇してください。これより 2D2 の発表を始めます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日は私たちの発表にお越しくださり誠にありがとうございます。さて、私たちのチームテーマは三層五感です。三層には思いやり、おもてなし、思い出という三つの思うの字を当てはめました。五感には5つの感覚を示す。申し訳ございません。少々お待ちください。申し訳ございません。もう一度初めからやり直しさせていただきます。本日は私たちの発表にお越しくださり誠にありがとうございます。さて、私たちのチームテーマは三層五感です。三層には思いやり、おもてなし、思い出という三つの文字を当てはめました。五感には5つの感覚を示す。視覚、味覚、触覚、聴覚、嗅覚だけではなく、新たに5つの感情を示す。愛おしい、懐かしい、楽しい、誇らしい、親しいという意味を加えました。このテーマをもとに私たちは三部制での結婚式をご提案いたします。今までにない結婚式をしたいという新郎誠一さんのお考えと、自分が目立つことはしたくないという新婦しおりさんの思いを受け、挙式や披露宴といった従来の結婚式のイメージを取り払った新しい結婚式で、特別な一日をお過ごしいただきたいと考えました。三部制はファミリー、ゲスト、パーティーの3つを軸に構成しております。親御様の願いを叶えたいというお二人の思いやり、ゲストの皆様とお二人がより近い距離で感謝し合えるおもてなしの場、お二人とゲストの皆様で新しい思い出を共有する空間、これらの三つの思いを込めました。会場は広いお庭が併設されたゲストハウス、雨天の場合はお庭全体は使うことはできませんが、屋根が出るため変わらずお楽しみいただけるかと思います。お日にちはお二人の希望する9月10月の平日をご提案いたします。
お日にちを平日とすることで、ご希望に沿った会場をご用意することが可能となります。また、比較的土日よりも式を挙げる方が少ないため、大切な方々との貴重なお時間をゆっくりお過ごしいただきます。時間帯はお昼過ぎから夜にかけてを考えております。それでは当日の流れを順を追って説明いたします。お手元にお配りした資料1ページタイムスケジュールを合わせてご覧ください。第1部ではお二人と親御様だけの特別な空間を演出いたします。今まで男で一つで育ててくださったしおりさんのお父様は、結婚式でしおりさんとバージンロードを歩くのが夢であり、しおりさんもその思いに応えたいと考えていらっしゃいます。そこでしおりさんとお父様には、ご家族の皆様が待つチャペル内へとバージンロードを歩いていただきます。また今日という特別な日を楽しみにしていらした誠一さんの親御様にも、結婚式ならではの感動を味わってもらうべく、お二人から親御様からお二人に手紙の交換、花束や記念品をお渡しし、家族だけのゆったりとしたお時間をお過ごしいただきます。本来このような時間は披露宴の最後に行われるのが通例かと思われますが、しおりさんの結婚式に対するお考えと両家の親御様の思いを組んだ結果、ご家族のみで行うセレモニーを披露宴から切り取り独立させる考えに至りました。第2部ではゲストとお二人がゆっくり話せる空間を演出いたします。当日はゲストの方々にご新郎ご新婦様の衣装と同じ色の白をドレスコードとしてお越しいただきます。本来はタブーとされる白の衣装ですが、全員がお二人のブライズメイド、アッシャーとしてお二人との間に垣根のない空間を作っていただきたいと考えました。挙式披露宴を終えた新郎新婦様から、結婚式の当日に足を運んでくださったゲストの方と、葬品の少しの時間しか話せなかった、そのような声を聞くことがあります。そこでお二人から皆様に日頃の感謝の思いを伝える時間、そしてゲストの皆様からお二人に直接おめでとうを伝えられる時間を作りたいと考えました。ここではゲスト参加型のパズルを使ったセレモニーをチャペルにて行います。事前にゲストの方へパズルのピースをお配りいたします。そのパズルのピースを手に祭壇上にいらっしゃるお二人のもとへお進みいただきます。そこでゲストの方々と会話をし、お二人からは感謝の花言葉を持つピンクのガーベラと星のチャームをおもてなしの気持ちを込めてお渡ししていただきます。参考資料2ページ目資料2をご覧ください。星のチャームはお二人が大切にする家族、友人、職場の皆様、お二人がこれまで出会った皆様、そしてお二人自身の5つのつながりを表します。パールは愛情と涙の象徴とされていて、お二人がこれから歩まれる人生を表します。この2つのモチーフをシフォンで包み込んだデザインとなっております。この星のチャームは第3部のパーティーへの招待状となります。第3部では
今日までのお二人の成長を見守ってくださったご家族、ご友人、職場の皆様との大切な思い出を振り返り、新たな思い出を共有する空間を演出いたします。第2部でお渡ししたガーベラは卓上にある花瓶に飾り付けていただき、全員で一つの卓上奏歌を作り上げていきます。チャームは胸元に身につけていただきます。これには当日会場にいらっしゃる皆様が5つの大切なつながりを心に留め、この先の未来も皆様と共に歩んでいただきたいという願いが込められております。チャペルからパーティー会場への通路にて、お二人とゲストの皆様との思い出のお写真をバルーンから吊るし、皆さんをお迎えいたします。また私たちは第3部の席次に着目いたしました。一般的にご両家のご親族様はご新郎、ご新婦様から一番離れたお席にお座りいただきます。しかし、ふとした瞬間に昔の記憶をたどり、懐かしさや愛おしさを感じるとき、誰よりも近くでその思いを共有できるようにと、今回はご家族、ご親族様の席次はお二人に一番近い配置にいたしました。お料理は前菜からお魚料理までをコースで、お肉料理からデザートまでをガーデンを使ったビュッフェ形式でご提供いたします。またしおりさんの趣味がインスタグラムということで、見た目や味にもこだわったお料理やフランベなど五感で楽しんでいただけるようなメニューを考えました。ガーデンにはベンチやくつろいでいただける場所を設け、そちらでもお料理を召し上がっていただけます。さらに誠一さんのご趣味であるスラックラインやフォトスペースを作り、アクティブな空間を作ることで、皆様が一つの空間を自由にお使いいただける会場をご提供いたします。パーティーの終盤では日も落ち、お昼までのアクティブな空間とは異なるしっとりとした落ち着いた空間をお楽しみいただけます。そこでランタンを使った演出を行いたいと考えております。今から皆様にその演出をご覧いただきます。お二人の永遠の愛とゲストの皆様のこれからの幸せを願い、ランタンを空へと放ちます。本日会場にお越しくださった皆様にもたくさんの幸せが訪れることを心から願っております。結びに、今回のお見積もりにつきましては参考資料3ページをご覧くださいませ。ご清聴ありがとうございました。本日はお忙しい中、私たちの発表にお越しいただき誠にありがとうございます。私たちは三層五感をテーマに従来とは異なる結婚式を作り上げました。今回誠一さん、しおりさんが当日のゲストの皆様と心温まる空間を共有し、結婚式を挙げてよかったと思っていただける、そんな結婚式を目指しました。作成するにあたり一から全員で作り上げることはとても大変でしたが、チーム全員がお二人の気持ちと向き合い、一つの方向を向いて頑張ったことで、自分たちの納得のいくご提案ができました。これから先それぞれの道で今回培ったものをそれぞれの形で生かしていければと思います。本日は誠にありがとうございました。